エディ・スリマンと聞いてあなたはどんなイメージを抱くでしょうか。モード界の革命児、孤高のデザイナー、はたまた完璧主義者。2000年にディオロームのクリエイティブディレクターに就任し、一大ブームを起こしたエディ・スリマン。彼がどのようにして偉大なデザイナーになったのか、どんな人物なのか、なぜ人々は彼に魅了されたのか、過去を遡り彼のヒストリーをご紹介いたします。どうもこんにちは、シンセイです。今回はセリーヌのクリエイティブディレクターを務めているエディ・スリマンについてお話ししていきます。ぜひとも最後までご視聴いただき、皆さんのご意見をいただけますと非常に嬉しいです。それではよろしくお願いいたします。パリ北東部に位置しているパリ19区でチュニジア人の父親とイタリア人の母親の間で誕生いたしました。彼は10代の頃から自身の病的な体型に対するコンプレックスを強く抱えながら生きてきたそうです。そしてたびたびいじめにも遭っていたというふうに言われています。そんな彼に一筋の光明を指したのがデビッド・ボーイやキース・リチャーズ、ミック・ジャガー、ポール・ウィーラーといった音楽シーンに革命を起こしてきた伝説のロックミュージシャンたち。彼らとエディ・スリマンの共通点はスリムなスタイルにあります。なのでエディがロックを好きになるのはもはや必然でした。そして彼は音楽に没頭し、音楽を通じてファッションに出会い、後に世界中の人々を魅了することになります。その話は後ほど。11歳の頃には写真に興味を持ち、初めてカメラを手にしています。デザイナーとしての才能に注目されがちではありますが、実は写真家としての才能もあり、自身が手掛けているブランドのビジュアルなどはほぼ全てエディが撮影しており、自らの公式サイトにも写真家として活動している作品を掲載しています。そちらのサイトに関して概要欄に URL を貼っておくので、興味がある方はぜひ見てみてください。エディはかなりの秀才だったようで、美術と美術史を学びました。そうして美術に精通したエディ・スリマンは10代の頃から服作りを開始します。しかし服作りは誰かのために作りたいと思い始めたわけではなく、あくまでもコンプレックスだった自分のためのものでした。当時から病的に細かったエディ・スリマンですが、彼の体型に合う服がなかったため、自分自身で洋服を作ることを思いついたそうです。これが彼のエディスタイルを作り上げる最初の一歩となりました。そして本格的にエディのファッション業界でのキャリアがスタートしたのは1992年。2年間余りフランスのブランドであるジョゼレビでファッションディレクターに就任するところからキャリアはスタートします。その後ファッション業界の重鎮であるジャン・ジャック・ピカールのアシスタントを1994年から1997年までの3年間務めます。これはエディの人生において転機だったように感じます。なぜならジャン・ジャック・ピカールは様々なクリエイターの才能を開花させてきた人物として有名です。エディ・スリマンの他にもジル・サンダーやクリスチャン・ラクロワなどもアシスタントをしてきたと言われています。ファッション業界の重鎮との出会いはエディにも大きな影響を与えました。ちなみにこの3年間でエディはテーラリングの基礎を徹底的に叩き込まれたというふうに言われています。最初のサンローラン時代、そしてイヴ・サンローランのマーケティング部門を得て、1997年にイヴ・サンローランリブ・ゴーシュのアーティスティックディレクターに指名されます。この当時無名に近いエディ・スリマンでしたが、イヴ・サンローランの共同創業者であるピエール・ベルジェの強い推薦があったそうです。結果としてこの采配は大正解で、サンローランを若々しくスタイリッシュに再構築し、ファッション業界から注目を集めます。無名だった彼がようやくファッション業界から注目されるようになったのがこの辺りです。彼はサンローランを3年間在籍した後、グッチによるサンローランの買収劇で退任することになります。伝説のディオール期、未だに語り継がれている伝説のエディ・スリマンのディオール時代が始まります。2001年、クリスチャン・ディオールはディオール・ムッシュに代わるクリスチャン・ディオールのメンズラインであるディオール・オムの立ち上げを計画していました。ちなみに余談ですが、この時ジル・サンダーからもエディはオファーを受けていたそうです。結果としてジル・サンダーのオファーを受けることなく、エディ・スリマンはディオール・オムのアーティスティックディレクターになります。なのでこの時ディオールのデザイナーのオファーがなければ、もしかするとジル・サンダーのデザイナーとして名を挙げていたかもしれません。どちらにせよこの当時からディオール・ジル・サンダーに注目されていたのはすごいですよね。
さて、エディ・スリマンが就任し、ディオールの売り上げは予想以上のものになりました。そして彼はそれまでの男性像を根底から覆したのです。この当時タブーとされてきたスキニーパンツをコレクションで採用したのです。ムッシュ・ディオールの哲学を継承しながらもロックマインドを取り入れたクリエーションや負担にタイトなシルエットはメンズファッション業界に衝撃を与え、カルト的な人気を獲得することになります。ちなみにこの当時の人気ぶりを象徴するような有名な逸話があるのですが、モードの帝王として知られているカール・ラガーフェルド、彼がエディ・スリマンのコレクションを着るために当時ふくよかだった体重を約50キロほど減量し、ハードなダイエットを行い、エディ・スリマンが手掛けているスーツを着用したというふうに言われています。この当時からシャネルのデザイナーとして有名だったモードの帝王カール・ラガーフェルドはエディのデザインした服をこよなく愛しています。量的な細さがコンプレックスだったエディ自身がリアルに求めるデザインである、エディのためのデザインでした。そして何よりエディにしか手掛けることができないデザインでした。それぞれのコレクションの解説については時間が長くなりますので、今回は割愛いたしますが、彼が手掛けた2001年から2007年の間に数多くの名作が生まれました。例えば2004年 SS の名作デストロイコーティングデニム、他にも2007年 AW の最終シーズンにリリースされたデニムパンツとしてカルト的人気があるジェイク、このジェイクはこのシーズン以降もディオールオムの定番としてしばらく展開され続けました。そしてナポレオンジャケット、エディのディオールの中でも 1,2 を争う人気があり、80万以上の価格で売買されていたりします。同時期にこちらのコートバージョンも出ており、そちらは100万以上で取引されていたりもします。他にも名作は数多くありますが、これらの名作アイテムは今日においても高値で取引されており、どのアイテムもロックでエディらしいアイテムだと思います。そして数多くの名作を世に打ち出してきてカルト的ファンを獲得したエディは2007年を最後にファッション業界から突如姿を消します。なぜ退任したのかについては様々な憶測があります。自身のブランドのローンチのため、金銭的な問題面などなど様々な噂がありましたが、結局のところエディの口から語られていないため真相のほどは不明です。2回目のサンローラン期、そしてディオールオムを去ってから約5年後、2012年、エディはイブ・サンローランのクリエイティブディレクターとしてデザイナーの原点ともいえるメゾンに再度就任します。論争のないファッションはナンセンス、変化こそファッションの本質とあるインタビューで口にしたエディはファッション業界に大きな革命をもたらすことを自身の使命とし、メンズとウィメンズの全てのクリエーションを統括すると同時にブランド名をサンローランに変更、ロゴから店舗デザイン、パッケージ、キャンペーンまで全てのブランディングを一新することに決めました。なお、この時のキャンペーンの全てはエディ自身が撮影しております。特にロゴの変更は内部での反対が強くありましたが、実行に移し自身の考えを貫き通しました。さらにはオートクチュールを復活させ、まさにブランドリフォームを遂行しました。この包括的なリブランディングは世界中のエディ信者を再び熱狂の渦へと誘いましたが、同時に大きな物議も醸しました。さて、こちらのサンローラン期のエディ・スリマンのコレクションも素晴らしいものが多く、それぞれご紹介したいのですが、時間の都合上割愛いたします。この時も名作を数多く世に打ち出してきています。なのでそちらの名作アイテムを見ていきます。言わずと知れた名作 L01 モーターサイクルジャケット、エディ・スリマンらしいロックなテイストが魅力の一着です。基本的にエディが手掛けるライダースは細身でミニマルなシルエットが多く、柔らかく高級なラムスキンレザーを使用していることが多いです。そして他にもテディジャケットなども名作に挙げられます。こちらも素材やディティールは変えているものの、長く愛されている名作として知られています。他にも数多くの名作はありますが、時間の関係上割愛させていただきます。エディの2回目のサンローランの就任についてビジネス的にはどうだったのか、そちらも見ていきます。2016年秋冬を最後に退任するまでビジネス的に成功をもたらしたと言えるでしょう。ブランドのイメージの回復という面でも数字以上の貢献を果たしてきました。2014年には7億700万ユーロだったサンローランの売り上げは1年で9億7400万ユーロにまで上昇し、エディの存在意義を証明しています。ちなみにエディ・スリマンがサンローランのクリエイティブディレクターに就任した際にケリングに出した要求として、バイカージャケット、
ミニドレス、タキシード、そして黒のアンクルブーツなど取り入れること、これが条件でした。その簡単な要求を受け入れたケニングは結果として莫大な利益をもたらすことになります。そしてサンローランはケニングの中でも 1,2 を争うブランドへと転身し、サンローランの2015年の売上は前年比の 27.4% 増、売上が伸び悩むラグジュアリーブランド市場で記録に残る数字を叩き出しました。そしてエディ自体かなりフランスのことが嫌いというのはあくまでも噂ですが、そういう理由もあってかエディ・スリマンはサンローランのアトリエをロサンゼルスに構えることになります。これは余談ですが、サンローランのアトリエをロサンゼルスに構えることになり、フランスでサンプルを作り、ロサンゼルスにいるエディ・スリマンにサンプルを見せ、また修正をするためにフランスに戻り繰り返し、1年間で渡航費だけで1億円以上かかったというふうに言われています。そしてエディ・スリマンはまたサンローランを去ることになります。そして今まで同様ファッション業界から姿を消すことになります。セリーヌ期、サンローランを退任した約1年後にはセリーヌのクリエイティブディレクターとしてファッション業界にカムバックします。セリーヌの初のメンズコレクションラインもエディにより誕生いたしました。エディによるセリーヌの初のメンズコレクションは世界中のファッショニスタの注目の的でした。ただエディのセリーヌは正直なところサンローランやディオール時代の衝撃はなく、エディの手掛ける新生セリーヌはそこまでファッショニスタの心を射止めていない印象があります。それは時代なのか秋なのか、エディ自体に変化が必要なのか、皆さんは最近のエディのデザインについてどう思いますでしょうか。さてセリーヌに就任したエディはやはりどこにいてもエディです。これまでのセリーヌとは全く異なるデザインを手掛けています。大人の上品なリラックススタイルからロックモードなスタイルへ、そして店内の内装も大幅に変更します。これらはかなり賛否がありましたが、エディは自分を曲げることがなく自分を貫き通したんです。ですがエディ自身最近は時代の流れを感じ少しずつ変化しているように思います。それが2021年 SS、 こちらのコレクションでは TikTok をテーマにコレクションが行われました。これはエディが今までチャレンジしたことがない試みですし、今後どうなるのか非常に楽しみです。いかがでしたでしょうか。エディ・スリマンの経歴についてお話ししていきましたが、エディはどこにいてもエディですよね。サンローラン、ディオール、セリーヌ、名だたるブランドのデザイナーに就任し、批判も受けながらも自信を貫き通すエディのロックマインドを強く感じます。今回はエディ・スリマンの経歴について見ていきましたが、皆さんはどう感じましたでしょうか。ぜひとも皆さんのコメント、ご意見のほどお待ちしております。今後このようなデザイナー特集であったりとかブランドの特集なんかもしていこうと思うので、ぜひともチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。